どうも、ゲームギークです。HyperX から発売されているゲーミングヘッドセット、クラウドスティンガー2をレビューしていきます。2とタイトルにある通り、クラウドスティンガーシリーズの新しい有線ゲーミングヘッドセットです。ほぼ全部プラスチックなんで、おもちゃっぽいチープな質感ではありますが、軽いし、サイズ感いいし、音もそこそこ。それでいて安いので、コスパヘッドセットとしては結構いいのではって感じです。値段は動画投稿時点では税込み7480円となっています。投稿物はヘッドセット本体、DTSX アクティベーションカード、クイックガイド、スプリットケーブル、ポップフィルター、以上です。フォルムは従来のスティンガーシリーズの面影を残しますが、全体的にデザインは刷新されています。ハウジングの模様って触るとうっすら凹凸感じるなと思ってたんですけど、マクロ撮影したらめっちゃ細かい線が刻まれてました。パッと見た感じ、なんかカーボンファイバーっぽい。これ結構いいかも。ロゴの主張は相変わらずだけど、クラウド2とかに比べるとミニマル。重さは約 264g と結構軽量です。すっごい軽いってわけでもないんですけど、持つとなぜかかなり軽く感じます。ヒンジはプラスチック製、90度回転するので顔の形に合わせて微調整されます。それに加えて、首掛けするとき、ハウジングが邪魔にならないように回転できるのが特徴です。今までレビューしたヘッドセットも結構この90度回転できるやつってあったんですけど、90度回転したところでハウジングがでかいので首への圧迫感が強くて、誰が使うんって感想だったんですけど、スティンガー2は絶妙な隙間が生まれていて違和感なく使えます。サイズ調整はメモリがついていてとっても見やすいです。メモリには最大で60って書いてあるんですけど、実際に0から60まではだいたい 36.5mm くらいなんですよね。これ測ってみたらどうもミリじゃなくて8分の1インチっぽいです。なのでトータルだと 1.5インチ。それでも数字の謎解けないけど、とにかく重要なのはサイズの調整幅がかなり広く取られていて、頭が大きめな人でもすっぽり気持ちよく装着できるはずです。側圧は軽めなので圧迫感はなくて長時間の使用にも耐えます。ヘッドバンドにもカーボンファイバー調の柄とロゴ、ヘッドクッションは真ん中のみで左右はプラスチックとなっています。そんなにいい低反発素材じゃないんですけど、ヘッドセットが軽いのであんまりダメージはありません。イヤーパッドは PU レザー仕様。レザーって通気性が悪いので熱がこもって汗をかきがちですけど、側圧がそんなに強くないからかな。あんまり蒸れたことありません。イヤーパッドの中の低反発フォームも廉価なものが採用されていて、柔らかさという点では普通です。内部のウレタンはハイパー X らしい赤色。右側後方のハウジングに赤いボリュームダイヤル。ノッチ感はないスムーズなタイプで、上限と下限が決まっていてスクロールが止まります。ケーブルは外せないラバータイプで比較的柔らかめなのでストレスは感じません。長さは 1.8m でそこそこ余裕があります。端子は4極 3.5mm です。付属してくるスプリットケーブルを使うことで3極のマイクとヘッドホンに分けることができます。 50mm ドライバー搭載で周波数帯は 10Hz から 28kHz と一般的なゲーミングヘッドセットに比べて広めです。ベースが少し弱めかなっていうのと、高音がちょっと作られてる感じな印象を受けました。FPS とかじゃ重要な高い音が聞こえやすいので、音はつかみやすいです。例えば足音とかね。定位感、方向はそこそこですかね。ベースがどんどこしてないので、シネマティックなゲームとか、映画、音楽では一部迫力に欠けると感じるかもしれません。全体的に音質はすっごいいいってわけじゃないですけど、FPS では使いやすいし、この値段でこの音質だったら十分だと思います。1点だけ引っかかったのは、イヤーカップの深さがあまりないので、耳が大きい人とか外側に立っている形の人は窮屈に感じる可能性があります。 DTS ヘッドフォン X っていうのはいわゆるバーチャルサラウンドのことで、 DTS サウンドアンバウンドというアプリを落とすことで使えるようになります。付属するカードのコードでアクティベートすることで2年間使えます。普通に買おうとすると2350円するんですけど、本来は買い切りかな多分。ちなみに初めてだったら確か14日間のお試し期間があるので、コード入力しないでしばらく使ってみるといいと思います。あとは2年使ってどうしても手放せなくなったら2350円払えばいいので。本体で 7.1 チャンサラウンド機構を取り入れずに外部ソフトに頼る感じなので、これはどちらかといえばコストを抑えるための施策なのかな。オンにすると音場の広がりは感じますけど、音のソースによってはややこもり気味に聞こえることもあります。音の方向は FPS なら片方で聞こえた方が判別が楽なので、基本オフ推奨というか、結局のところステレオ最強だと思ってます。側圧の弱さとかプラスチック系のせいなのかな。基本遮音性はそんなに期待できません。このセクションでは付属のマイクを使って録音していきます。グースネックタイプでそこそこ長めなので
口元近くまで持ってこられます。マイクは跳ね上げ式で外せません。跳ね上げの途中でカチッとした音がするんですけど、これがマイクミュートのオフとオンになっています。上に跳ねるとミュート、下に下げるとミュート解除。ポップフィルターをはめてあげると口元で喋った時の破裂音が乗りにくいので基本つけましょう。現在 3.5mm の4極でパソコンに直つなぎしてますけど、音質はこの通りでゲーミングヘッドセットの中では悪くないと思います。多少潰されてる感じはありますけど、コミュニケーション取るのには全く問題ありません。双方向性ですけど、ノイズキャンセリング搭載なので何も喋っていない時は背景の環境音はかなり静かになっていると思います。ケーブルが気にならないなら間違いなくコスパ的には有線の方がいいです。ワイヤレスになるとバッテリー積んだりドングル用意したりとか、どうしてもコストが上がってしまいますしね。ヘッドセットってサイズ感とかフィット感って試してみないとわからないので、買うの怖い時もありますけど、これは調整幅が広めなので失敗する可能性は少ないです。音質いくら良くてもつけてて痛くなるなら絶対に使わなくなっていきますからね。速圧も弱めなのでメガネしてても平気だし、長時間使ってもあんまり痛くならないです。イヤーパッドとかそんな柔らかくないんで、つけ心地最高とはならないんだけど、まあ軽く感じるし優秀な方だと思います。あ、そうだ、ソフト対応してないからイコライザーとか簡単にいじれないっていうのはありました。でも安いんですよね。この価格考えちゃったら余裕でいいよっていうヘッドセットです。以上、 HyperX クラウドスティンガー2のレビューでした。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。